はい、こんにちは。日本改革党くつらわです。カッパ園長さんに法廷から逃げ太郎を取り上げていただきました。ありがとうございます。もう勝ったも同然なんじゃないかなんて言っております。これで尻尾巻いて逃げたってことでいいんじゃないか、河野太郎とおっしゃっておりましたけれども、どうなんでしょうね。河野太郎にしてみればよ、法廷に出ないで、しかも私に裁判で勝っていくらかでもむしれれば勝利宣言できんのかなという感じでありますけれども、こちらはどうしても河野太郎を出廷させたいですね。河野太郎が法廷に出てベラベラ言えばこちら側は不倫なんですけれども、普通の名誉毀損裁判ってなってね、向こうが出てこないと異常な名誉毀損裁判ってなってこちらが勝てる確率上がるんですけど、私としてはぜひですね、法廷に河野太郎引きずり出したいな、思っております。政府の補助金が廃止されるため6月使用分、つまり7月請求分から電気量が上がります。関電 46.4%、 九州 43.8%、 中部 25.1%、 東京 20.9%、 四国 20.1%、 沖縄 19.4%、 東北北陸では 17.5%、 中国 14.4% 上がると見られております。この上昇率見通しにはですね、再エネ賦課金増税も含まれるそうであります。3倍になりますかね、いきなりね。年で6000円台だったのが1万6000台に増税されますかね。世論です。メガネは知らん顔、中小の製造業終わった、メガネ貧乏人はろうそくでも使ってろ、むしろ高くつくんじゃねえか。電気ガス水道ガソリン社会保険料税金全部上がるな。再エネ賦課金さっさと廃止、再エネって環境破壊エネルギーだろ。ガソリン上がって電気代も上がって岸田は笑う、再エネ賦課金が日本を滅ぼすと。原発使ってるとこが一番値上がりするのかってバカを見かけましたけれども、これ補助金廃止になるんだから、まあ率は一緒なんですよ。率っていうか額、値上がっちゃう額は一緒なんですよ、補助金だからね。その額減る額が一緒で割合が少ないっていう、中国電力なんかは今が高いってことなんだよ。今がすごい高いんだ、だから同じ額減らして率は低くなんだという話でね。関電なんかね、46.4% も上がっちゃうんだって。つまり今がすごく安い、原発活用してる関電給電は今までが安すぎて、減る補助金分の率が高くなるって理屈であります。この2社以外は今でも十分高いから補助金廃止分がそんなに効かないって理屈なんですけど、まあ騙されてる人多数で笑っちゃったよな。これ額を書かないね、メディアの勝利でしょうか。こういう時は額を書かない率、つまりメディアとか新聞がですね、率を書いたら額を疑え、額を書いたら率を疑え、という鉄則ですね。東京は2割上がるのか、補助金分がそのぐらいだったんでしょうね。関電は 46% 上がるが、それでもまだ東京より安いんだって。原発動かしていくからね。そんでも東京より安い、他の地域よりも。関電、給電は、反原発の連中は電気代が一体いくらになったら目覚めんでしょうね。目覚めんでしょうね、反原発の連中って。なんだ、原発動かさなければ自分が損じゃんっていつになったら気づくんだろう。まあ結論から言うと目覚めないんですよ、一生。そうなったらそうなってですね、自民党のせいとか政府のせいとか社会のせいとかにするからね。これだから日本はとかなんとか言って、資本がクソでかくなりますね。とにかく他人のせいにして生きてきた連中ですから、冷めないんですよ。一生何もわからず死んでいくんですよ。バカだから。まあ笑いごっちゃないですけどね。去年7月、川口市議会で外国人犯罪取締り強化を求める決議が賛成多数で採択したんですけれども、採択されたんですけれども、反対したのが共産4名、立憲2名、令和1名だったそうであります。
川口市議会の中のガチ左翼って連中でしょうか。もう一人令和の議員がいたんですけれども、小山千穂は賛成。私の自宅の前でも毎日暴走車が通り抜けて近所から苦情が殺到している。到底見過ごすことはできなかったと話していました。5月22日小山千穂令和を離党しました。令和支持者からですね吊るし上げられまして、いられなくなったみたいであります。世論です。令和の正体が見えたな。なるほど、そりゃ離党するような。わずかな意見の相違を認めないのが令和らしい。日常的に迷惑かけられてるんだからそりゃ賛成などできんだろう。ちょっとでもまともな人は追い出される。洗脳が解けたのか、少しでも知能と知性が残っていたのか、共産党とそっくりだな。住民被害は知ったこっちゃない令和、クズばかり残って精鋭化 していくんだよなどなど。令和支持者からどんな罵詈雑言を浴びたか知りませんけれども、そいつらあの川口市民でもないし日本人でもないんですからね。それとも令和の執行部から、お前なんかいらないって言われたんだが、選挙権内連中にどんな批判されても構わないっては思わなかったのかな、この議員はな。子供がいるお母さんらしいんで子供に危害加えるとか脅されたかもね。令和の支持者、凶暴だから、凶暴凶悪。川口って共産が読んで立憲が2しかいないのか、意外だな。今まで令和が2ってことは、まあ、採決的にはね、共産と令和で6、共産党が6いるのと、まあ、同じことですけどね。あそこ第2共産党だ。今更不思議なのはですね、立憲、共産、令和ってなんで選挙権がない外国人を日本人より優先するんだろうね。最大多数の最大幸福、それが民主主義の根幹じゃないですか、の実現目指してですね、有権者のために働くのが議員の仕事でしょ。自分に投票してくれる人のために、自分に投票してくれて自分を議員にしてくれて、る人たちのために働くのが議員の仕事ですよね。なんで選挙権ねえ人のために一生懸命働く。そんなんだから右肩下がりなんじゃないですか、あの支持率が。でお先真っ暗んじゃないんじゃないんですか。共産党もですね、あの党首選挙を提案した党員をですね、党への攻撃だとして問答無用で除名示唆し、異論は認めず排除。これがリベラルの正体ですね。全くどこがリベラルイコール寛容なんだか全然わかんねえ。寛容じゃねえから自分であの寛容ってわざわざ名乗ってんじゃねえか。この方は現実に直面してですね、令和の狂気を理解して、まあよかったんじゃないですかね。令和に所属していた期間は悪い夢でも見たと思って前に進みましょうか。岸田総理、政策活動費の領収書公開は様々な不都合が生じる。だからやらないと国会答弁。議員のプライバシーや企業の営業秘密、政党の大きな方向性を外部の政治勢力や外国に知られることになる。LINE 使ってる時点で何もかもダダ漏れじゃないんですかね。そんなこと言うけどさ、世論です。岸田おもろいな、正直すぎだわ。悪さしてるって自白やろ。正直に都合悪いって言ってるわ。脱税と外国人献金がバレちゃうもんね。脱法の岸田方式、自民党の都合とか知るがや。普通に働いてる人は全部公開してるんですよ。確定申告でね。まあ、あのサラリーマンはやんないけど、裏金で豪遊してたのがバレる不都合、自分が逮捕される不都合。現在政策活動費はですね、1件50万円まで、じゃなくて1件50万円を超える支出だけ記載、領収書はなくていいっていうザルもザル大ザルであります。1件50万円を超える支出って一体なんだろうね。選挙カーを作るであるとか、まあ、ポスター何万枚もするであるとか、そのぐらいしかちょっとわかんないんですけどもね。あとは政治資金パーティーやったらそれの支払いか、まあそっちの方はね、支払った額より多く返ってくる投資ですから核に越したことはないんでしょうけれども、まあザルですよ。野党はですね、そんなブラックボックスの生活活政策活動費という括り自体をなくしてしまえって要求してたんですけど、これは拒否。どうしてもブラックボックスでやりたい放題部分は確保しておきたいみたいでね。議員のプライベートがバレて不都合、国会議員は公人なんだからさ、ある程度のプライバシーは制限されてもいいんじゃないの。税金で生活してんだからさ。それにバレて不都合なプライベートって
て、ソープランド8万円であるとか、 SM クラブ10万円とか、なんですかね、バレて困るプライベートって、企業の営業秘密がバレる領収書でこれってバレるもん、企業側の領収書ならわかるよ、〇〇先生を接待ってやったら誰に接待してるとか誰に口利きしてもらってるとかの事情がバレるけど、銀河の資質で企業事情バレるもんだろうか、バレる？バレなくない？企業の事情、この銀河の資質領収書でなんでバレんの、何がバレんの、どこがバレんの、多分岸田は何も考えずにですね、ロボットのように誰かが考えた答弁喋ってるんでしょうけど、ここら辺突っ込む野党議員いないのはね、おかしいなって誰も思わないんですかね。本当に野党って情けないっていうかバカっていうか、いずれにしても自民党は裏金や、不透明な金の流れ、本気で是正する気全然なさそうですね。何十年こんな昭和臭いことをやり続ける気なんだろうね。昭和で未だに太陽光発電電力の入札価格、買取のねが暴落。2017年7年前は 19.6 円だったが、今年は平均 5.11 円になってしまいました。4分の1になっちゃったな。我も我もと参入した結果ですね、供給過剰になったんでしょうかね、これ。世論です。じゃあ再エネ賦課金いらないね、設置業者の大半は中国人じゃなかったっけ、井川さん、大王製紙、日本製紙の井川さん、バラしてましたけど、太陽光発電事業者大体外国人か帰化した連中ってバラしてましたけどね。民主党政権が中国企業に対して利益誘導したから中国人だらけだが、マスコミは報道しない権利を使ってこれを隠蔽している、報道しない権利なんかないとは思うんですけど、まあこの人のそのままね、コピペしたんですけど、もう自家消費でしか使い道ないな。需要は一巡したし、これからは耐用年数を過ぎたパネルの大量廃棄のフェーズだ。参拝を始末せず夜逃げ、外国人ですからね、どん天では発電しないは外国人に動線狙われまくってるとか環境負荷としか言いようがない。これから太陽光が本当にエコなのか思い知るって、河野太郎が同族会社日本端子を儲けさせたくてご利用しした太陽光パネルが過剰な域に達したみたいですね、国土に占めるパネル面積の割合がですね、日本が世界一なんだって、知ってました皆さん、これ世界一なんですよ、日本が太陽光パネル、国土に占める面積、河野太郎にうまくやられちゃってるよな、早く気がつけばよかったなって感じですけど、過剰に増えた供給源は普通は淘汰されていくもんですけれども、再エネ賦課金なんていうよくわからない制度でですね救済されるんでゾンビ化して潰れないと、7年前の4分の1になった買取価格になったんで新規参入はまあ減るんじゃないですかね、新規参入は、あと10年以内にぼちぼち寿命を迎えるパネルが出てくるんですけれども、買取価格が暴落した状態で外国企業がそれちゃんと廃棄するのか疑問ですよ。やっぱみんなが言うように人間じゃねえの、稼げるだけ稼いで会社解散して逃亡するでしょうね、全国に残るパネルの山、一体誰が責任取って片付けるんでしょうね、河野一族に払わせたいよこんなの。今日の単身です。昨年の猛暑で米が不作、新潟産コシヒカリは平均で6割の値上がりだそうであります。輸出できるようなブランド米は上がるんですけど、一般米の値上がりはそうでもない、そうです。いよいよとなったらまあ備蓄している小米を放出するんでしょうから、なのでガソリン電気代と違ってですね、こちらはそんなに心配いらないみたいであります。まあパンもあるしねみたいな、うどんもあるしねみたいな、新潟産コシヒカリしか俺は食わないなんていうグルメな方以外はまあ困んない、でしょうね。昨年度の介護事業所倒産が過去最多、前年度比で 45.7% 増加、
倒産が、学習塾が倒産するのはわかんですけど、ほら子供減ってくからさ、介護も倒産ですか。需要は旺盛なはずなんですけどね。特にあの団塊世代、数が多い団塊世代がそろそろそういう年に差し掛かりますんでね、国が強制で介護保険料とか徴収してんのになんでバタバタ潰れちゃうのね。その金どこに行ってんだろう。熊退治と同様でですね、やってらんねえ倒産ですかね。介護職員経験者、ジジイババからの暴言と暴力がひどい、だそうで、その割に賃金安いからやってらんねえで人が集まらず倒産ってことなんでしょうかね。サザエさん的な大家族ならですね、家族でも介護できるんでしょうけれども、米農家が安泰の時代も過ぎ去って、家業、うちは農家っていう家業もの概念も滅びたし、田んぼを守って大家族でいる必要がそもそもなくなったっていうか、介護施設利用できなくなったら仕事辞めて介護するようになって国が傾くね、これね。やばいな。世界経済フォーラムダボス会議が魅力的な旅行先ランキングを発表。1位米国、2位スペイン、日本が3位に入りました。4位フランス、5位オーストラリア、日本は文化的資源が2位と大きく評価されての結果。まあね、1200年前の建物あるなんて、まあ日本ぐらいでしょ。他はね、石のコロッセオとかはあるでしょうけど、まあ木でね、1200年前のとかあるの日本ぐらいですよね、多分ね。世界観光者数ランキングではフランスが1位、8900万人ぐらい。日本はまだ3500万とかですから、まあ2倍以上ですね。ダボスはそう見ていない。フランスは4位だった。数は一番多いんですけど、そうするとダボスの判断が正しければ、目が確かだったら、まあ行ってがっかりするんでしょうね。そうでもなかったフランス。ちなみにスペインはやっぱり2位でした。数観光者数は世界2位だった。スペイン、8000万人ぐらい、で魅力でもスペイン2位だから、まあまあ見合ってるんでしょう。これね、数はですね、ヨーロッパ EU 内は移動が自由なんで、ヨーロッパの人はやっぱりヨーロッパの他の国旅行っていうのが多いらしいんです。だから有利らしいんですけどね。米国が1位だっちゅうのは国土が広くて見どころが多いっていうか、まあ合衆国だから国がたくさんあるも同然っていうかね。テキサス州はテキサス州でテキサス国とみなされてて、まあそれの外交担当は国務長官、テキサス州国務長官って呼ばれる、そうであります。で、あれだよな、テキサス州大統領みたいな、テキサス州知事はね。ニューヨークなら博物館、美術館、見どころあるし、西海岸はリゾート。そういえばハワイも米国ですもんね。まあずるいよなーっていう。国がいっぱい固まって集まってるようなもんだから、まあそりゃ見どころもいっぱいあるでしょう。ランク外の韓国が悔しそうに見ている。韓国なんてソウルしかねえもんね。そのソウルもさ、都心から一歩離れるとスラムだらけなんて、ビニールシート貼ったテントでみんな暮らしてるみたいですよ。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。